2021明治安田生命 J3 リーグ第3節、岩手グルージャ盛岡にとってのホーム開幕戦、2試合を終え負けなしでホームのサポーターの元に帰ってきました。序盤で一気に勢いをつけるのはどちらのチームか。今前半のキックオフ、長いボールがセンターバック中央の牟田から前に放り込みました。宮坂が収めて、さあ前線山本がこの位置まで上がって、東がシュートを打っていきますが、これは土井康平が抑えています。今度はキッカー左利き山本龍平です。インスギのボール、ここは頭で合わせますが、ここも枠に飛ばすことはできませんでした。吉岡見えますが、秋山を使う、ヘディングで折り返す、このシュートはしっかりと土井キャッチをしています。交代メンバーはいません。変わらずのまま後半のスタートです。長野が大きなボール跳ね返す、小野田鏡ドリブルで仕掛ける、まだドリブルで仕掛ける、右足シュートを放っていきました。これが2試合連続の出場、そして今節で初先発をつかみ取った鏡のシュート、ご覧いただいています。思い切りのいい右利きならでは、普段よりも試合数が少ない、あっとイエローカードです。脇本にイエローカードが出されました。今シーズンすでに2枚目と。ワンタッチでつなぐ宮坂、宮坂から見えていました前、ヘディングは土井康平しっかりと抑えました。16番の最後は森川祐希ヘディング、鏡吉村とのマッチアップ、吉村奪った、吉村から中、さあ前が空いた、左足シュートは、ここは枠を捉えることができませんでした。さあ高さが加わり、コーナーキック、その旅立つところヘディング、最後はルーカス・モレラとか、右にわずかにそれていきました。コーナーキック、最後ルーカス・モレラとあとわずかというところでした。右に大きく開いた有永、有永から小野田はふわりとしたボール、倒れますが笛はありません。しっかまからルーカス・モレラと、倒れますが笛はない。ここで主審両手を上に上げました。試合終了のホイッスル、両者スコアレスで勝ち点1ずつを分け合うということになりました。